けて帰ってね。バイバイ。また明日ね。ねえ、今日飲みに行かない？あーい、読みたい資料結構あるんだよね。もう今日ここん詰めすぎ。たまには息抜きも必要でしょ。ね、ね、はい、決まり。雨が降ると死んだ人がお空の川から戻ってくるんだって。リカちゃん、誰が言ったの、そんなこと。遅くなってしまって、すいません。リカちゃんのお母さん。リカちゃん、お母さん来たから行こう。よし、よし、行っちゃ、行っちゃ。京子先生、さようなら。はい、さようなら。また明日ね。バイバイ。彼氏気に入らないんだって。親父があれじゃ大変だな、メイファンも。ねえ、いらっしゃ。京子、いいのかよ勉強。私が強引に連れてきたの。直人君ともしばらく会ってないって言うからさ、嬉しいでしょ。何言ってんだよ。で、何飲む？もう照れちゃって、こんなのプレゼントしちゃってるくせに。お、かわいいねそれ。でしょ。このネックレスね、送った相手と未来永劫を結ばれるっていう愛のお守りなんだって。余計なこと言うなよ。娘電話するな言うだろう。付き合うのため。ワンさん、まずいって。お父さん、どこ？メイフォンか。メイフォン、メイフォン、お前今どこにいる？なんで自分の携帯電話するか。たく、また油火にかけっぱなし。危ないって言ってるのに。メイフォン、二枚シフは、メイフォン、ワンさん、どうしたの？本当、メイフォンが。メイフォン。何よ、幽霊でも見たような顔して。
ポーチが切れたから買ってきたよ。お前大丈夫か？今の電話何？電話って？あ、私の携帯勝手に触んないでよ。チャイルドセラピスト？京子、ホポさん辞めちゃうの？うん、辞めないよ。チャイルドセラピストの講座を受けてるのは少しでも子供たちの力になれたらと思って。園児の中にもいるわけよ、ヤバそうな子、虐待とかね。ワンさんは？奥じゃない。ノート、京子待っててくれてんだから先に上がっていいよ。サンキュー、ちょっと待ってて。うん、じゃん。あ、変えたの？うん、番号も変わったんだ。送るね。うん。ありがとう。ねえ、私にも送ってよ。お。ワンさん、明日の仕込みだけどさ。ワンさん。いないの？え？何これ？私こんな着メロダウンロードしてないよ。間違って入れたんじゃないの？ねえ、今の着メロどっかで聞いたことない？あ、ねえ、あれじゃない？1年くらい前にあったじゃん、携帯通じて霊が来るみたいな。あ、テレビで女子大生が死んだやつ？そうそうそう。ねえ、あれってどうなったんだっけ？おお、皆さんどうしてここに？雨玉はなかったか、赤いやつ。あんたまだあの事件を？雨玉だよ。いいのそんなもん。仏の携帯はどこだ？着信履歴を見たい。それもね。ない。ああ、会社は携帯を所有していなかった。あんた、こんなことバレたら首が飛ぶぞ。邪魔したな。あったんですか？口の中に飴。
なかったよ、雨。え？それ以前に仏さん携帯を持ってなかった。本当ですか？客の中に死の着胸を聞いたって人が。なんでそんなにあの事件にこだわるんだ。私の仕事ですから。前にも言ったが、どこまで追ってもこの事件に答えはないぜ。中村由美の行方、本当にわからないんですか？世の中の全ての出来事にはからくりがある。説明ができない事件なんてないんだよ。常識では考えられないことが起きてると思います。続いてるんですね、1年以上も。毎日後悔しながらな。出口のね、迷路にはまり込んじまったんだ。お互いにな。もしもし、京子。今事情聴取終わった。そいつ大丈夫？なんすか？ちょっと話を聞かせてもらえない？死の予告電話？自分が死ぬ瞬間の声や映像が送られてくるの。ああ、その噂は聞いたことありますよ。携帯メモリーの中から次の犠牲者選んで殺し続けるとか言うやつでしょ。噂じゃないわ。おそらくワンさんもその着信を受けて殺された。あの、マジで言ってます？去年の4月、女子高生の土屋里奈が水死し、その3日後、彼女の先輩の女子大生岡崎陽子が死んだ。そして彼女と合コンで知り合った河合健二、小西夏美。彼女はテレビの生放送中に殺されたのよ。覚えてない？俺仕事で東南アジア回ってたから。仕事？あ、ワンさんの店はバイトで、昼はカメラマンのアシスタントしてて。で、本当にレイが殺したって言うんですか？水沼ミミコ、一昨年の9月に死んでる。ここ数日の間、何か変わったことはなかった？いや、別に何も。あ？何？いや、関係ないと思うけど、ワンさん名簿にかかってきた電話に出た時、なんか変な感じだったかな。その時の着メロ、これじゃなかった？その人と連絡取れる？あ、はい。
メイホンの具合どう？うん、薬飲んで今やっと眠ったとこ。昨日から何も食べてないって言うからおかゆ作ったんだけど、やっぱり受け付けないみたいで。そりゃショックだよね。京子は大丈夫？私も行こうか？大丈夫、もうすぐ直人も帰ってくるし。そっか、じゃあ邪魔しちゃ悪いしね。窓か？ん？部屋に誰かいるの？私一人だけど。今後ろで何か動いた。え？やだ、脅かさないでよ。まどか、今すぐ部屋出て。どうして？まどかの。まどか、
窓か。大丈夫か。できたのと同じ。これ見てください。いつ送られてきたんだ。3日後。未来からの電話って、これがあの連続殺人の。やっぱりまだ続いてたのか。この携帯こっちで扱っていいかね。この画像の場所すぐに特定しろ。でもこの件は勝手に動いちゃまずいっすよ。課長に報告してから。時間がねえんだ、すぐにやれよ。無理ですって。相手が生身の人間じゃないのにどうやってワッパかけろって言うんですか。これ警察って防ぎようがないんじゃないですか。おい、すいません。あの、京子助けてもらえるんですよね。大丈夫ですよね。ああ、できる限りのことはやる。そんな、お孫さんのミミコさんの話を伺いたいんです。孫だなんて思っちゃいないよ。え、ミミコはね、マリエがレイプされてはらんじまった子なんだよ。家に押し入った頭のおかしな男にね。犯人は捕まったんですか。間の悪い男でね、仕事から帰ってきた私の亭主にその現場を抑えられてさ、そいつを刺し殺しちまったんだよ。ご主人は今どちらに。首相を変えたらしいよ。サイエブーフイチュイラが口癖だったけどね。二度と帰らない。ご主人、中国の方だったんですか。台湾だよ。あんた北京語わかるのかい。少し。ご主人の名前は。チャンウェイ。連絡先わかりませんか。ああ、ただ話が聞けるかどうかわからないよ。
刑務所にいる頃からおかしくなってたからね。おかしく？見えるって言うんだよ、女の子が自分を殺しに来るって。あの、ミミコちゃんはどんなお子さんだったんですか？薄気味の悪い子だった。マリエも後悔してたよ、産んじまったこと。ミミコちゃんに罪はないのに。您拨的电话已暂停使用。The number dial is on temporary suspension. 您拨的电话已暂停使用。喂，雨婷，高子，好久不见了。电话もらえて嬉しいよ。元気にしてる？ええ。ちょっと調べてもらいたいことがあるの。台湾にいるチャンウェイって男性を探してもらいたいの。住所が変わっていなければ台北にいるはずなんだけど。はい、わかった。調べておく。何の取材？死の予告電話よ。え？それって自分からの着信をもらった人間が殺されていく？なんで知ってるの？台湾でも怒ってるの？本宮さん、内山まどかの鑑識結果です。雨出たか？いえ。ですが、胃の中から微量の石炭が検出されました。石炭？はい。ミミコに殺された死体から必ず赤い雨が出たんだな。それが一昨日殺害された台湾料理店の店主の胃の中からも同じ成分の石炭が検出されているそうです。え？鑑識の話では日本の石炭じゃないらしくて。台湾で産出されたものじゃないか調べてください。なんで台湾なんだ？台湾でも同様の事件が起こっていたそうです。何？しかも水沼美美子が死亡するずっと以前から。知道姜伟的家吗？不知道。谢谢。
チャン先生、チャン先生、在家吗？2年ぶりだね。まだしてるの？別れたわけじゃないんだから別居通り君は違うでしょ。それで探していた人には会えたの？会えたけど話は聞けなかった。死体の第一発見者として私が今まで警察に事情を聞かれていたの。大丈夫か、高子。あなたこそ大丈夫？疲れてるみたい。あ、最近忙しかったからな。あなたは何の取材を？
震を受けて死んだ人のリスト。あなたも調べてたの？ユーティン、この件に関わらない方がいい。どういうこと？もしもし。あ、桜井ですけど。水沼美美子のおじいさんには会えましたか？チャンウェイさんもすでに殺されていたわ。死の予告電話を受けて。え？チャンウェイさんの携帯のメモリーから選ばれた次の犠牲者が水沼美美子だったのかもしれない。水沼美美子の解剖結果出ました。どうだった？本宮さんが言った通りですよ。胃の中に微量の石炭が。そうか。ウアンさんとマドカも赤い飴じゃなくて石炭が検出された。じゃあ京子のとこに来んのはミミコじゃないかもしれない。警察で聞いたその石炭の産出場所と疑われる炭鉱はミミコの祖父の生まれ故郷だったわ。どうした？京子。まだ続いてるの？何でもないわ。君がこの事件にこだわるのも妹さんの事故のせいなんだろう。じゃんけんぽい、あいこでしょ、しよこれいと、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。行こう。やだよ。早く出せないよ。平気だって。その日、妹は帰ってこなかった。そしてあの晩、頭の中で妹の声がしたの。一体
やめてって。その直後息ができなくなるほどの激しい痛みに襲われた時、妹は誤って川に落ちたんじゃない、殺されたのよ。私が取らせた電話の相手に。貴子、自分を責めるのはもうやめるんだ。それが本当だとしても事件とは何の関係もない。炭鉱には行かず日本に帰れ。着信を受けた奥寺京子は明日殺されるかもしれないのよ。かわいそうだが、着信を受けてしまった人はその運命から逃れられない。あなたらしくない。どうしてそんなこと。あの資料を作ったのは俺じゃない。友人のジャーナリストが追っていたんだ。だったらその人に会わせて。3日前に死んだ。死の予告電話を受けて。縫われるよ。え、知らないのこの話。超有名じゃん。あのね、夜中の2時22分に女の子が枕元に立つんだって。その子の顔には口がないの。だけどよくよく見るとあるんだって。口ないみたいに見えるのは生きたまま縫われてるからなんだって。その女の子が縫われた口で言うの。遊ぼうって。その時何も答えなかったり嫌って言ったりしちゃうとその子にぶっとい針で生きたまま口縫われて。教えて、なんて答えるの。何、なんて答えればいいの。何、ただの噂話じゃん。何やってるんだろう私。なあ、こう覚えてる？あの辺だったよな、京子の携帯拾ったの。拾ってすぐ電話かかってきて、それ私のですって。すげえ焦ってたよな京子。あの時俺が携帯拾わなかったらこんなことにならなかったのかな。直人のせいじゃない。だってあの時直人が拾ってくれなかったら直人に会えなかった。
京子。私台湾に行く。京子、今ここでこのままこうしていても何をすることもできないし、その炭鉱に行けば何か助かる方法が見つかるかもしれない。俺が行くよ。台湾は俺一人で行く。京子を危ない目に遭わせたくないから。それは私も同じだよ。分かった、一緒に行こう。俺が守るから、絶対守るから。借りてあるから。すいません。大丈夫？はい、今日の夜までまだ時間ありますから。強いのね。直人のおかげです。炭鉱に行く前に一箇所だけ呼びさせて。どこへ？ジェイホンって村は100年前まで炭鉱が栄えていた。でもその後住人が次々と謎の死を遂げ、今では廃村になってるの。その村の唯一の生き残りが近くにいるのよ。ニス、ガシュメニスマ。日本から来たのぞいと言います。日本語お分かりですよね。ガオさん、ガオさん、お尋ねしたいことがあって来ました。ガオさん、ガオさんはゼフォンご出身の方ですよね。教えてください。ゼフォンで何があったんです？どうして村の人々は次々に亡くなっていったんですか？ガオさん、ガオさん、あなたしか話が聞ける人がいないんです。ガオさん、ガオさん。那个老婆婆头脑有点怪怪的耶。你有看到她的眼睛吗？她在小时候自己戳瞎的，而且是用筷子这样。啊！真保佑我。丽丽回来吓人啦！丽丽回来吓人啦！丽丽回来吓人啦！丽丽。
回来下人呐、啊！李丽って誰なんですか？回来下人呐、啊！回来下人、啊！しっかりしてください。回来下人呐、啊！ガオさん。ガオさん。リリは化け物だ。みんな呪い殺した。あれはまだ私が6つの頃だ。おいじゃばおいじゃば薄気味の悪い子供だった。いつも一人でブツブツ言って、まるで見えない誰かと話してるみたいで。三天后你会死。その言葉通り、男の子は三日後に血を吐いて死んだ。その子だけじゃない、リリーに死ぬと言われ、村人たちは次々に血を吐いて苦しみ死んでいった。私の弟も仲の良かった友達も隣の姉さんもみんなリリーに呪い殺されてしまった。肉親を失った村人たちは逆上し、リリーを捕らえ炭鉱へ連れて行った。そうしてリリーに二度と死を予言させちゃならねえ。そう泣き叫ぶリリーの口を そうしてリリーを閉じ込め、行動は塞がれた。野添さん、ここから先は私たちだけで行きます。え？着信を受けていない野添さんを巻き込むわけには。あなたのためだけじゃないわ。刑事さんから聞きました、妹さんのこと。でも事故だったんですよね。だったらこの事件とは関係ないのに、なんで？死ねばいいと思ったからよ。え？どうして？双子なのに父は私だけを。妹が憎かった。自分を責めないでください。妹が呼んでる気がするの。もしもし。貴子、今どこにいる？日本に帰ったんじゃなかったのか？これから炭鉱行くところよ。この件に関わらなと言ったろ。どうしちゃったの？本当に危険なんだ。もしかしてあなたも死の予告電話を受けたの？
そうなのね。どうして話してくれなかったの？君を巻き込みたくなかった。予告時刻はいつなの？本当に戻らなくていいんですか？19時59分で私より1時間も早い。戻っても何もできないわ。だったら こっから歩くしかないわね。炭鉱の入り口を探しましょう。どうしてリリーは人を呪い殺す力なんて持って生まれてきちゃったんだろう。そんな力最初はなかったのかもしれないわ。昔この辺りで飲み水を媒体とする伝染病が流行ったの。血を吐いて死ぬ症状がさっき聞いた話と同じ。じゃあリーリーはもしかしたら彼女が持っていた特殊能力は人の死を予知する力だったのかもしれない。むごい殺され方をする前までは完全に封鎖されてますね。入り口はここだけじゃないはずよ。二手に分かれましょう。そっちお願い。一人じゃ危ないですよ。時間がないから行こう。もしもし。元宮だ。元宮刑事、驚いたわ。今あの着メロが。中村由美が死んだ。え？由美はミミコに憑依されたんじゃなく自らの意志でミミコに共鳴したんだ。由美は内なる悪魔を目覚めさせてしまったんだ。覚醒したんだよ。何？自らの魂。元宮さん、もう一度。
時間が。ごめんね。あなたが死んだ時、私も痛かった。マリコもずっと私の痛みを感じていたんだよね。ごめんね、マリコ。マリコ！ユティ。野添さん。京子、これ待ってる。ナオト。野添さん。ユーティン出て。
添さん、お願い助けて、やめて。野添さん、野添さん、大丈夫ですか？大丈夫か、京子。京子。
もしかしてここが。一娃儿，月饼，あと2分。過ぎてる。よか
あなたに優しくされるのが怖かった。でもここに来る途中ずっと祈ってた。死なないでって、もう一度やり直させてって。高子、マリコが助けてくれたのかもしれない。行かなきゃ。奥寺京子が。京子！一緒に行く。何言ってんだ京子。私が選ばれたのも偶然じゃないかもしれない。私にできることがあるかもしれない京子。ナオトに会えてよかった。ダメだ京子。言ってお願い、生きて。ナオト、お願い。ねえ、ナオト、言って、お願い。諦めんなよ。来てくれよ。ナオト。京子、急げ。京子、早く！
と。京子。あと2分。京子上だ。おそらくワンさんもその着信を受けて殺された。巡り会えるよ。Thank you.
少し眠った方がいいわ。自分を責めるのやめて。直人君自身が望んでしたことなのよ。でも富谷刑事に連絡してくるわ。世田谷東町の今野です。ご報告します。本宮刑事が死亡しました。中村由美の死体が上がったとの報告がありまして、確認に行く途中車で崖から転落しました。それでちょっと気になることがあって、最後に本宮さん駆けつけた救急隊員に言い残したらしいんです。ミミコだ、ミミコが来たって。昨日の夜のことです。昨日の夜？私が話したのは、ユミは内なる悪魔を目覚めさせてしまったんだ。野添さん、こんな時間にすいません。私、台湾警察の林と言います。こちらは保安刑事。こんな時に申し訳ありませんが、2、3質問させていただけますか。はい。今晩あの炭鉱で発見されたご遺体は2人ともあなたのお知り合いなんですね。ユーティいないの？ユーティ？希望这番代志能够找出一连串死亡事件的线索。
これ。番号